今回はオキシクリンを使ってトイレ掃除をやっていきます。では早速便器内の掃除から始めていきます。こちらのバケツに55度ぐらいのお湯を5リットル入れてますけれども、それをそーっと入れていきます。そこにジョイを少し入れます。かき混ぜます。そこにオキシクリンをキャップで1杯入れていきます。さらにかき混ぜます。はい、いい感じで泡が上がってきました。このまま放置しながらトイレ本体の拭き掃除をやっていきます。桶に 140g のお湯を入れております。そこにオキシクリンを 1g 入れます。ここにも食器用洗剤を少し入れます。そして混ぜていきます。スコッティファインの洗って使えるペーパータオル、これを半分にカットしまして、液につけて絞って拭いていきます。それではタンクから拭いていきます。次は蓋ですね。次は綺麗な面に変えて便座の表面を拭いていきます。次は便座裏ですね。溝、爪を入れ込んでしっかり拭いていきます。次はこの突き当たりのところ拭いていきます。次はレバーを下げてここの隙間掃除をやっていきます。続きまして、オキシ漬けをしていた便器の内側を拭いていきますけれども、ここで使うのが 3COINS の使い捨てロールスポンジです。まずはオキシの泡を取って縁裏こすっていきますね。次はこの中ですね。オキシ液をこうかけて、さらにこの穴の中にもこう入り込んでやるといいですよね。で、引き続きこのまま放置をしながら壁と床を拭いていきます。それではまだ使ってない洗って使えるペーパータオルをクイックルミニワイパーにセットして拭いていきます。次は便器の外側ですね。特に掃除ができてない奥の方を念入りに拭いていきます。それでは床を拭いていきます。最後はレバーを戻して水を流して、はい、これで終わりです。ということで、今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。